ハローめぐっぺです。さて今回は THEW2020 で優勝した吉住さんのネタから英語表現をチェックします。一つ目がこちら、女審判の恋。では一つ一つ見ていきましょう。まずは女審判。女というところについては Women とか Female という言い方があるんですが、この場合の審判は野球の審判なので Umpire を使います。審判にはもう一つ Referee もあるけど、アンパイアはバドミントンとかクリケット、卓球、テニスの時はアンパイアで、レフリーはボクシング、フットボール、バスケ、ラグビーの時に呼ばれます。ちなみにアンパイアの語源は古いフランス語でノンパーという単語で、これが対等でない人、第三者の意味だったようです。英語でも当初はナンパイアという単語だったようなんですが、これがある時アナンパイアがアナンパイアという風に誤訳されてしまったことがきっかけでアンパイアという単語に変わったそうです。次に恋の部分。恋についてはクラッシュとかラブという単語が使えそうです。クラッシュは例えば Have a crush on someone で一目惚れするという意味なんかで、よくドラマとかでも使われてます。他に love を使って love at first sight とか fall in love at first sight でも一目惚れするという意味になります。ではまとめます。結論、女審判の恋は female umpire's love もしくは female umpire's crush ということができます。いかがでしょうか。二つ目がこちら、強盗に会いながらも支店長への恋心が抑えられない銀行員。ではこちらも一つ一つ見ていきます。まず強盗ね。強盗についてはバンクロバリーで、強盗する人についてはバンクロバーっていう言い方があるんだけど、この場合強盗に追うもなのでバンクロバリーかな。で、強盗に会うと言いたい場合は get robbed とかいう言い方ができるかな。次に支店長はブランチマネージャー。ブランチは枝のことだけど、支店のこともブランチと言います。で、恋心が抑えられないのところについては can't control her feelings とか can't hold back her feelings とか can't keep her feelings とか、まあいろいろ単語が使えるかなと思うんですが、そういった言い方がある。で、次に銀行員については bank clerk とか bank teller、 banker、 bank employee、 まあいろいろこれもあるということですね。ではまとめます。結論、強盗に遭うも支店長への恋心が抑えられない銀行員は A female bank clerk who can't control her love for the branch manager despite being robbed. A female bank clerk who can't control her love for the branch manager despite being robbed. いかがでしょうか。バンククラークのところはバンクテラーとかバンクエンプロイとか言いやすい言い方に変えるのもありです。以上、今回は THEW2020 で優勝した吉住さんのネタからの英語表現チェックでした。そのまま使うことはないかもですが、使えそうなものがあればぜひ使ってみてね。めぐっぺでした。またね。いいね、チャンネル登録お待ちしてます。